はいどうも、チュープロです。コロナウイルス、現在、6月末なんですけども、またちょっとアメリカマットでちょっと流行りつつあるという心配なニュースが出てきてますよね。まず WWE ではルネ・ヤングですよね。コメンテーターでインタビュアー、女性ですよね、が陽性になってしまい、そしてその旦那さんがジョン・モクスリーですね。これ AEW の今チャンピオン狂犬ジョン・モクスリーも、かかったというか、その結局奥さんなので、濃厚接触ということで今ちょっと、お休みしてます。で、AEW はファイターフェストっていうのが、2週にわたってですね、今週と来週と、放送される、いわゆる PPV ですね、大きいビッグマッチが放送されて、ジョン・モクスリーがですね、タイトルマッチが控えてるんですけど、一体どうなっちゃうんだろうという感じですよね。2週間って考えるとちょっと出れないし、ひょっとしたらもう収録とかに関しては一周でしちゃうのかもしれないですから、そう考えるとどうするんだろうっていう感じのところは正直あったりとかしてます。で、それ以外もNXT の方とかで、複数選手だったりプロデューサーだったりが結構かかっている、有名な選手で、例えば有名なジェイミー・ノーブルとかいたところもですね、ちょっとかかっていたりとかして、ちょっとここへ来てまたにわかにコロナウイルスの影響が出てきてるかなっていう感じはすごくします。で、ちょっと見てるとやっぱり日本人というか、その東洋人とかそういった人たちよりも西洋人、欧米系の方の方がちょっとやっぱり重症化しやすかったり、患者数もね、実際にアメリカの方が人口多いんであれですけども、なんか一説によると100万人感染とか、なんかいろんなことニュースで出てますけども、ちょっとどうだか、そこまでどうだか分かりませんけど、やっぱりちょっと多く、やっぱりいろいろ重症化とか症状とか含めてもちょっといろいろ影響が大きそうなのがアメリカの方なんですよね。で、 WWE に関してはもう一貫してずっとその自粛なしで継続して進めているということで、収録進めているということなんですけども、一応早ければ7月末か8月にも友人観客を入れての開催をすると。で、今に関しても NFT の選手をリングの周りに囲ませたり、あるいはなんか結構家族の人とかね、そういう人なんかも呼んでちょっと少し雰囲気を作っていたところが、また逆に逆戻りしちゃう可能性もあるかなと思って、すごい心配はしていたりとかします。で、 AEW に関してもどうなのかなという感じなんですけど、今のところそれはジョン・モクスリーが一応濃厚接触してから休むよってことで休んでいるだけということらしいので、大丈夫だと思うんですよね。で、じゃあちょっとね、難しいですね。で、 WWE に関してはまたこのローマン・レインズもレッスルマニアを休んでからもずっと出てきてないと、ということはやっぱりそれだけちょっと感染リスクが高い。一説によると結構その割とかん、チェック、発熱の検査とかそういったものも含めてちょっとチェックも割とずずさんというか、ちょっとざっくりしてる感じという話も聞いてますし、ちょっとあくまでやっぱりその収録の進行第一なのかなっていう感じもしていて、ちょっとその辺やっぱり皆さんが安心してね、お客さんを入れるとかっていう感じで動くんであれば、万全の体制を取れることが大事かなというふうに思いますね。それから NXT UK ですよね、もうに関してはもう全く動いていない感じで、なんか聞くとサッカーとかに関してはイングランドとかでもね、ちょっとずつ再開してるみたいなんですが、せめて無観客だけでも UK の方で再開しないのかなとか逆に思ったりとか、この辺もどうなってるのかなっていう感じです。とにかく動いてるところはずっと動いてるし、動いてないところは全く動きがないと、ニュースもないと。で、なんかすごくNXT の選手に関してはそのセクハラ問題とかで揉めたりとか、あとはやっぱりコストカットの噂ね、でも出ておりますから、そういったところも含めてちょっと動かさないってことなのかもしれませんけども、ちょっといずれにしてもですね、やっぱりはっきりさせてほしい部分っていうのはたくさんあったりとかします。日本ではね、新日本プロレスが、大阪で、友人、観客を入れての、興行をスタート、ね、再開させるというふうに一応決まって、スタンスというものも、取っているというところもあります。で、ずっと無観客で行くわけではね、WWE もないでしょうから、ちゃんと観客を入れたいとかするんですけど、やっぱそれであったならばちゃんとしたプロセスを踏んで、各ブランド、UK も含めてですね、各ブランドの動きというものを明確にさせていってほしいなというのは、やっぱファンとしての切実な思い、ね、正直な思いですね。やっぱりそれはお客さん入って自分も一緒楽しんで見れる、もっともっと安心して、ね、楽しく見れる
環境になってほしいのは当たり前ですよね。そのためにはやっぱり今やるべきことをやっていかなければいけないのかなというふうには思っております。まあちょっと心配だなというところでした。というわけで今日はですね、アメリカマットと、海外マットですねとコロナウイルスの関係、7月末、6月末現在の話をさせていただきました。今日の動画、参考になったよという方はですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。